アベクトゥメフメシのネット京都チャンネル今宮神社熊木夜明日だぞ。ほんま危ない、まあ、日中も危ないよ。せやと危ないのは俺せやと朝方行っとったけどな。特にあの伊藤釣りに釣ってた時はもう真っ暗なとこ行ってた。朝もう暗いうちからずっと歩いていて懐中電灯こうやってガーッて歩いていったら暗いとこ、一応が出るらしいけど、まあまあ俺も足跡気にしてたから、こっちでこう下見て足跡ないか見てたけど、あの川の上流は結構出るらしい。もう海の方が近くなったしな、もうね、海から1キロも離れてへんかった。いや300メートルとかそんなんやったな、海から。手前や塩水混ざってるかも。あ、混ざってる。汽水やん。こうキャスティングしてこうリドリームするやん。で、たまにこいつでこう、まあ、違うぐらいつけ直すときあるやん。くじくじこう結んで、って切るときあるやん。で、ちょっとしょっぱかったわ。あ、しょっぱいよ、って。汽水になっとった。本物の耳だよ、しょっぱないで。だいぶ薄かったけど、しょっぱかった。できないけどな。もうコロナも収まったし、いけんねん、みんなに。去年はまだ騒いでたぐらいなの。うん。せやで、行っとったのね、知ってる人。ここから高杉の人。え？高杉の人。いや、茨城の人。茨城。行くんか、ほんまに。コロナで今日やな、飛行機乗って行くの。あれ、レンタカーやし行けるな。タフ券ナンバーちゃうから。ちょっとタフ券ナンバー、タフ券ナンバー、京都ナンバーちょっとな、俺の横本じゃないわ。滋賀県行くのにもちょっと気冷えがある。さほど釣りしてコロナ持たなかったもんな、行ってるだろ。一番人も少ないし、いい時だと思うんで、困らないし。せえ。行けたかったな、これ。まあ、それでも、種類なら、釣り、やっとらへんかも。コロナでストップって言った。今年もやってんね、中流は。三本釣り。今少ないしてるけ？下げ。そうなの。全然取れてへん。減ってんの。来年もやるのか分からんけど。全然上がってけへんね、多分。暑すぎた夏も関係してるのか、うん、温暖化ちょっと関係してるか。今年はなんか異様に暑かったような感じよ。暑かった、信じろ。俺暑いの大丈夫やけど、俺が暑いの暑いで37度とか8度か。まだ平方やでしょ。平方もちゃうのしてっけ。平方もちゃ暑いんだよ。なんかこう大阪でも一番暑いとこやん。そうな、いつも記録出しとんねん。何でやろ、真ん中真ん中でちょっと落ちなんてみたいな。ああ。ちょっとへこんでるのよ、いやだって。そういう間1号線からちょっと下った感じがする。
たまらなしよ、あずさでもチャンスなんで。だって他で37度か36度ぐらいの時、平方でやったら38度以上やったから、やっぱ1度ぐらい高かった、他より。なんて平方でも暑いね、平日は。俺そうやけど、30度ぐらいが普通になってたから、25度になった時寒かったもん。そうやろ。25度寒い。25度って昔暑いと思ってたもんね。で、でも俺小学校の時だいたい30度であんまり痛いやろな。そんな、もう記憶ないね、小学校の時。俺はあんねん、小学校夏休みみんなで会う時あるやん。これみんなで、うわ今日 30度超えるらしいねって言う話してた。31度って30度超えねんて言う話。せやから珍しかったよ、30超えない。30、それはエアコンの中であかんで。おじさん寝とったもんな、蚊帳で。知らん蚊帳、はい。エアコンってなかったもん、小さい時。小学校4年とかなかったな、5年。なかった。エアコンってある家ずつプエアコンのクーラーやな、ついてる家でなかったと思う。車もなかったもんね。ただ夏、それは今やから無理やから、あの子の窓は全開で海とか行ってたもん。もう車にエアコンなかったもんね。もうしなかった。なかったって俺は小さい頃。なかったよ。風。風や。それがヒーターだけ。そんなに暑なかったんでさ、今からもうだから30度以下行くのすごなかったんちゃう。そうだ、エアコンなんかなかった。なかったよ。で、夜寝る時もクーラーもなかった。家で初めてエアコンって俺中学ぐらいに行っちゃう、ルームエアコンで。車のカーエアコンは一部の高級車がついてたの、確かセンチュリーとか。俺のミラーついてんの、あの、よう覚えてん。俺チェリーを行き出して、チェリーを行ってボンはついてへんの、チェリーを行って、あ、そう、俺18人ぐらいで行くよ。オートバスでビルドインの後付けのクーラー流行った。そうなんだ。で、みんな後付けのクーラーつけようって。この女性側のこのビルドインの後付けすぎのクーラー。それ女性に人もらえへん。いや、ちょっと狭いのが気やん、足も。ああ、そうなの。このぐらい。物こんなもんや。それが流行った覚えてる。そんなやもんあったら知らん。知らん。で、みんなそれこぞってつけようと。涼しかった。これ涼しいやん。今はずるない。風だけや。風やもん。ほんで、ああ、ウィンドウはなんか、ほぼステアやったの。ほぼステア。ね、ステアリングカリアさんって、カルステイルっていう。ほぼステなんかあれよ、あんな運転してたのかと思うぐらい重たかったんだよ。さあ、ほんま、力いったいったいった。ミニがほぼステア。重たいな、あれ、ステアリング。あんな、チクウケやね。あれ、ちょっとこうなってるし、まだええねんけどな。これやったらもう、こんねんねん。ステアな。チェリオのトラックももうステア。ミニももうステアだもんね。タイヤ変えたらものすごく軽くなるんですよ。タイヤ変えたら。
でこんなんできへんもんな、みんな見にせよ、こうしてたのかこう逆反映逆反映逆こう駐車場入れるこんなんできへん、うん、こんなんできへん、うん、ほんでカルステインが降りて軽かったな、カルステイン怖いぐらいそれだパワーハンドルじゃないんですよ。あの、カルステ、カルステ。そうだった。で、その時に、パワーステが出る。プレリュード。